それでは今から郡司大斗選手のインタビューを始めさせていただきます。まず試合を終えてのご感想いかがでしょうか。そうですね、階級を上げて初戦ということもあって、1ラウンド目結構抑えてた部分もあって、2ラウンドで、KO って形で終われて、良かったなってのもあって、で、この階級フェザー級はやっぱり自分にとってもやっぱり今日試合をやってやっぱりこの階級の方が合ってたなっていうのはありましたね。ありがとうございます。続いて相手選手のご印象についてお聞かせください。そうですね、他団体のチャンピオンということもあって実力的には多分自分の方が上だったと思うんですけど、やっぱりそこで生手かかったらやられちゃうと思ったんで、そこはしっかり抑えて戦いましたね。ありがとうございます。それでは記者の皆様に質問を伺ってみたいと思います。ご質問のある方いらっしゃいますか。フェザー級フェザー級でやれる自信がついた一戦かと思うんですけど、この先この階級でこう気になる選手だったりこういう戦いをしていきたいっていうのはどんな感じでしょうか。そうですね、今日やってみてやっぱり動きとかも当日の動きも結構良かったんで、そうですね、やりたい選手っていうか、目指しているのはやっぱチャンピオンなんで、K1 のチャンピオン江川選手をはじめ、まずそこからじゃなくてもっとどんどん積み重ねて、やっぱフェザー級では下の方だと思うんで、まだ位置的にはなんで、どんどん強い選手とやってどんどん上まで行こうかなってなりますね。他にご質問のある方いらっしゃいますか。ありがとうございます。それでは最後にご覧になっているファンの皆様に一言メッセージをお願いいたします。フェザー級初戦ということもあって、こういう形で KO って追われて、まだ全然自分は上の選手とやりたいんで、フェザー級に郡司大斗っていう名前をもっと打っていきたいんで、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは以上郡司大斗選手のインタビューでした。ありがとうございました。